いや、フリーフォーオールやってると数戦しただけで疲れるんだよな。サブマシンガンで特攻してるからかな。画面グワングワン動かすからね。キルレって今何もあるんだ。ふと気になった。お、 1.85、 勝率 1.71、 プレステージ1、レベル40。いや、なんか、ま、結構最近フリーフォアオールやってると周りにレベル560とかいるんだよね。すげえよな、560って。どんだけやったらそんなになるんだ。プレイ時間が去年の11月発売だっけ、このゲームで。買ってだいたい30時間ぐらいかな。これプレイ回数279、勝敗比 1.71、 勝利159、敗北93、勝利ストリーク6、キルレス比 1.85。 結構なんか実況者さんとかだと2超えてるっていうけど、いや2はね、超えないね。まあ、どのゲームでも2超えないんだよな、マルチプレイヤー。まあ、本作はやっぱマック10がね、面白かったね。ただ一番強いの多分これだと思うわ。ストナー63、絶対これ一番強いと思う。まあ、楽しいのはこの2つかな。ゲームモードフリーフォアオールしかやってないな、この作。いやー、 COD はね、初めてやったのは前作のあの2019年のモダンが最初かな。 COD シリーズ一番最初にやったのそれだね。で、モダンウォーフェアのキルレ何もだったっけな。なんかトラッカーサイトとか見たら分かるんで、ちょっと後で今見れるか。モダンウォーフェアは 1.6 だな。ケーリーレート 1.6、 トップ 6% とか書いてる。で、ウィンが 56.5%、 トップ 6%。あ、これトラッパーで BOCW も入れるじゃん。あ、この 1.85 ってキルデスじゃなくて、なんかエリミネーションデスレートか。キルデス KD レートは 1.63、 トップ 7%、 ウィンが 57%、 トップ 14% って感じですね。まあ、0.03 だけ上がったみたいな感じなのかな。まあ、やる時間減った割にはキルで維持してるっていう感じだね。多分なんか FPS 結構昔からやってるけど、だいたい 1.5 から1.4 か 1.4 から 1.8 ぐらいなんだよな、どのゲームも。で、この前これが BOCW でしょ。で、1個前がモダンで、その前って何やってたの？ APX か。でも APX はあんまキルレとかどうでもいいよな。まあ、でもやってないな。2、3ヶ月しかやってないな。バトルフィールド5。その前やってたのが BF5 だな。これもトラッカーサイト見ると。あ、KD 1.48。トップ 28%。ウィンレート 55.5%。BF で大体 1.5 ぐらいだね。ちょっとあのトラッカーのサイトの画像貼っとくか。で、 BF5 の前がブラックスクワットで、あれブラックスクワット何度あったかな。あれもね、最初 1.8 ぐらいあったんだけど、なんか多分結局 1.6 後半ぐらいに落ち着いたのかな。ただあのゲーム結構ネタプレイとか縛りプレイとかして遊んでたから、ちょっと下がりがちだよね。
なんかハンドガン縛りとかしてめっちゃ減った気がするな。まあ、それでも 1.6 後半ぐらいはあった気がする。ブラックスクワットの前ってなんだっけ。あ、ラインオブサイトだ、思い出した。ラインオブサイトってあのチームデスマッチでフリーフォアオールがあったからやってたんだよね。あれもね、あれだけなんか2超えてたんだよ、 2.18 だったから。ただそこまでプレイしてないのと、なんかあんまり初心者が多かったイメージ、あんま強い人がいないイメージだったな。そんな有名な FPS じゃないから、そんなに強い人もいなくて、なんか割かし無双、毎回フリーフォアオールで1位取れるぐらいだったから、そのくらいになってたかな。でその前が、その前はファンゲーム版のブラックスクワットなんだけど、これのキルレとかも見れないからわかんないな。その前が BF1 だ。BF1 もね、BF5 以上にやってた。で、これがトラッカーサイト見ると、お、KD レート 1.55、トップ 21%。ウィンレート 62.1%、トップ 8%。あ、結構なんか遊べてた感じだね。これも だいたい 1.5 以上ぐらいに落ち着いてるな。その前がオーバーウォッチ確かやってたんだよね。オーバーウォッチのキルレとかとでもいいか。なんかあれ、で自分がとどめ刺さなくても上がっていくかな。オーバーウォッチの前が確かアバでも、アバやってたけどアバのアカウント消しちゃったからわかんない。でもあれも確かね 1.8 ぐらいはあったな。最初2とかあったんだけど、結構いろいろ下がってきて後半 1.8 とか。あれって2010年頃だった気がするんだよな。始まった当初しかやってなかった。でアバの前がサドンアタック、これ1年近く遊んでたんだけど、これも 1.6 から 1.8 あったと思う。最初ね、だいたい始めた最初2ぐらいいくんだけど、だんだん落ち着いてきて 1.8 ぐらいになるんでね、 1.6 から8の間だったと思う。でスペシャルフォースかな、その前やってたの。スペシャルフォースの1、ちなみに2はやってないです。スペシャルフォースの1も確か 1.、すごい覚えて 1.83 だった気がする。これなんか覚えてるんだよな。結構この、もうスペシャルフォースやってた時一番キルで気にしてたな。なんかあのゲーム、個人戦がそんな流行ってなくて、基本的にサーチ、COD というサーチしかないから、まあ、個人戦もあるんだけど、結構死なない立ち回りが重要だったから、気にしてやってたんだけど、1.83 ぐらいかな。この時なんか SOL っていう、なんかユッキーさんっていう人がいる、その人が作った SOL っていうクランに所属していて、大会とかは出てなかったんだけど、その時にハンゲーム版のそのスペシャルフォースの大会で SOL が優勝してたね。多分まだブログとか残ってるんじゃないかな。一人で歩いていく人のブログ、ユッキーさんのブログです。でスペシャルフォースの前がソルジャーオブフォーチューン2っていうFPS、 日本語版はなくて、この時まだ日本に FPS が入ってない時代の頃だったんだけど、この時めっちゃハマってたの。ちょうど世界だとあれかな、 CS1.6 とかが流行ってたの。 CS ソースが出る前だったな。あの 1.6 とかソルジャーオブフォーチューン2とかクエイクとか、その辺の時代の FPS。 このゲーム3年ぐらいやってた気がするな。まあ、あのキルレっていう概念が保存とか戦績保存されないからキルレとかも分かんないんだけど、なんかキルレの話する、昔やった FPS の話になっちゃったの。 FPS 歴最初にやったのが2003年だから、あ、もう結構やって18年ぐらいやってんじゃん。まあ間空いてるか。2008年から確かサドンアタックやめてアバやるまでの間は結構2、3年ぐらい何もやってなかったのと、アバとオーバーウォッチの間5年ぐらい空いてんのかな。さあ、なんか知んないけどキルレの話をしてしまった。まあキルレね、結構この昔からゲームやって、
掲示板とか見てたけど、着るれはねやっぱみんな気にしてくよね。ただ本当に着るれは目安にしかなんないね。なんかネタプレイしてたりゲームモードによってだいぶ違うからな。サーチメインの人とかチームデスマッチメインの人とか、あとなんか5対5のサーチとか、ああいうゲームだとスナイパーやってる人はめちゃくちゃ着るれ高いんだよね。でアサルタとか、このアサルトとかサブマシンガンで行動する人は結構死亡率が高いというか、キルレは低め。でスナイパーは基本死なないから、死ににくいからキルレ高いとか、そういうのがあった。最近のゲームは結構キルレの話題が多いのと、キルレばっか気にしてイモルっていう動画をなんか YouTube 上によく上がってるの見てたけど、なんか戦績システムとかいらないよな正直。あれなんか仮に今のコールオブデューティーから戦績保存システム全部なくしたらどうなんだろうね。こうなんか今画面に背景に出てるこの勝利とか敗北とか一切このデータ見せなくしたらやる気なくすのかな。なんかで見たんだけど、ゲーマーには4種類あって、もう4種類全部わかんないんだけど、このなんかアタッチメントとかを解放していくことに喜びを感じるプレイヤーと、キルレだけを上げていくことだけに喜びを感じるプレイヤーとか、いろんな種類がいるんだけど、多分そういういろんな種類を加味してこうなったんだろうね。なんか結構やっぱなんだ、アンロックシステムがないとやる気出ないって人も結構いるからね。最初から個人的には俺はめんどくさいから、もう最初から全部解放した状態で競技みたいな感じでゲームしたいから、アンロックシステム正直いらないなと思うんだけど、結構アンロック好きな人はもう最初から全部解放されてるとなんかやる気なくすみたいな意見はあるんで、結構多いね。いや、あのさっきの4タイプ気になるな。ちょっと検索するわ。4タイプなんだけどな。あ、これか、バートルテスト、これだ。ちょっと画像貼っとくか。これです。で、アチーバー、エクスプローラー、キラー、ソーシャライザー、この4タイプだね。で、アチーバーがレベル上げが大好き、挑戦の対象が欲しい、まあランク上げたりアンロックとかだね。で、エクスプローラーが新しい発見を求める、繰り返し作業は苦手。なんかエクスプローラーってあれじゃない、あの壁抜けとか見つける人これなんじゃない。なんかこの壁抜けるよみたいな、なんか探す人いるでしょ、鬼ごっこみたいな、なんかマップの中歩き回って、多分それがエクスプローラーなんだろうね。キラー、個人のスキルを見せつけたい、プレイヤーが最大的。ソーシャライザーがプレイヤーとの交流が楽しい、頼りにされたい。あー、なんかあれだよね、なんだろう、配信とかで一つ乗ったりして楽しむタイプのソーシャライザーの。俺どれなんだろうな。なんか多分アチーバーとキラー両方なのかな。結構なんか縛りプレイとかで敵倒すのとか好きなんだけど、まあ、対戦ゲーム好きだからキラー寄りなのかな。ただなんかランクとか戦績とか残んなくても別にいいやって思うし、アンロックとかも正直どうでもよくて、最初から全部機解放された状態でやりたいな。多分こっち寄りなんだろうね。まあ、これかこれなのかな。まあ、FPS だとこれだろうね。なんかそれ以外のゲームだと割とソーシャライザーになるかもしれない。FPS やってるときはキラーで、他ゲームのときはソーシャライザーかな。なんか結構アマンガスとかもねやるんで、エクスプローラーではないね決して。キルレとかなくしたらなんかみんなネタプレイとかに走りそうだな。なんかバトルフィールドとか、なんか
1とか5とかあれだけど、もっと昔のバトルフィールドって結構ネタプレイの動画とかも多くて、なんかあの辺の FPS って結構そういったなんかキルレを気にしなくていい時代の FPS ってあれあれで楽しかったんだよ。まあキルレは気にしないのが一番いいよ。なんもいいことない、気にしても。1.85 だけどどうでもいいもんこれ。みんなキルレ2以上あって当然みたいな感じだけど、そんな関係ない、もう楽しんだもん勝ちだね。さて休憩したところでフリーフォールやろうかな。行くぜ。